ニュースポストセブンです。女優魂を見せつけました。吉岡里帆さんの全力ロケ現場をキャッチしました。9月中旬の夕方、都内の高級住宅街、総勢30人弱の大掛かりなロケ隊の中心にいた吉岡さん。現場は急勾配の坂道で、スケートボードを坂で落としてしまい、転がるボードを慌てて追いかけるというシーンの撮影をしていました。吉岡さんは急勾配を5回ほどダッシュ。撮影は2時間にも及び、かなり過酷だったようですが、吉岡さんは嫌な顔一つせず、合間にはスタッフに笑顔を見せていたようです。ニュースポストセブン。